はい、今回はですね、磁気型シャトルの見積もりが取れるようになってたんで見積もりを取ってきました。4月7か8か忘れたんですけど、もう見積もり取れるんですね。発売日が5月の10日でしたっけ。最近のホンダはもう2ヶ月ぐらい前から発表とか発売日をもう公表してますからね。だから見積もりとかももしかしたら以前より早く見積もれるようになったかもしれないですね。まあ、本当にシャトーっていうのは個人的にすごい興味がある車で、まあ今の時点では買い替え難しいんですけどね。まあ新型フィットのローンを組んでてまだ払っている最中ですし、フィットのローンであと 何年やったかな、あと17回払いぐらい残ってるんで、まあそれ返済してからですね。まあその返済終わってからすぐ購入したらまた借金抱えてしまうんで、まあ現時点では買えないんですけど、まあ参考にということで見積もりを取ってきました。で、見積もったグレードっていうのが、まあ、シャトルハイブリッドの肉、まあ、X ですね。タイプハイブリッドの X ホンダセンシング、まあ多分おそらくなんですけど人気グレードですね。ガソリン車の G かで、ハイブリッドの無印の廉価かで、 X かで、 Z ですね。まあおそらく廉価のハイブリッドは人気ないでしょうし、ガソリン車の G に関しても装備類とかあとは燃費の方であまり良くないんで、まあ、Z に関しても燃費良くないですし、ちょうど価格も高いですし、まあそういったインテリアの質感とか装備類に関しては充実してるんですけどね、まあ、やっぱり売れ筋はこの X のホンダセンシングだと思うんですよね。でぼやけてますね。よいしょ。でメーカーオプションでコンフォートビューパッケージをつけました。この15インチアルミって標準なんですかね。まあ詳しいことちょっとわからないんですけど。で GP7 で5ドアで 1500cc、 まあ本当にホンダ車の普通車の多分何割ぐらいですかね。まあ、おそらく7割8割は 1.5 リッターばっかしですね。だからできれば 1.0 のダウンサイジングターボか、あとは 1.5 リッターと2リッターの間のプリウスとか CHR とかカローラスポーツのハイブリッドみたいなパワートレイン欲しいんですけどね。まあ、あとは2リッターとは 2.5 リッターなんですけどね。ほとんど 1.5 リッターですからね、ホンダ車の普通車は。だからもう同じメーカーの車種同士が対決してしまってるような感じなんで、まあそれも関係してホンダの普通車は売り上げが伸び悩んでるんでしょうね。で値引きの方とかもその X のホンダセンシングの車上価格も載ってるんで、それは最後の方に紹介します。前コメント欄で抱えてたんで、真っ先に車両紹介とか、車両の価格とか値引き公表しない方がいいんじゃないですかって抱えてて、まあそりゃそうやろうなと思って、だからディーラーオプションとか諸経費の方から紹介していきます。で付けたディーラーオプションはこんな感じですね。ライセンスフレームセットでフロアマットの STD なんでスタンダードですね。まあプレミアムだったら確か3万超えましたっけ。でマットガード、まあ必須かなと思ってフロントとリアですね、泥除け用としてつけました。でオープニングアンテナってこれナビ関係のあれですね。でナビは 195VFEI、 去年か2年前に出た8インチのスタンダードのナビですね。確か更新はなかったと思います。DVD とか地デジは映りますね。一番ホンダのギャザーズナビではおすすめの
ナビをつけました。で、フェースパネルってこれもナビ関係のあれですかね。ナビ ATT とか。で、ドアレコ PKG、パッケージング。まあこれはフロントとリアとついてるドアレコですね。で、このキットもその関係ですね。で、ドアバイザー2万1000円をつけて、ETC のセットアップで2700円。ETC の方は標準でしたっけ、確か。まあ、こんな感じですね。で、ディーラーオプションの総額が38万1780円。まあ、それぐらいつけますよね。3、40万ぐらいは最低でも。まあ、これでも控えめにつけた感じなんですけどね。あとは控えのアイテムとか本当はつけたかったんですけど、まあ外しました。あとはキーケースとかもつけといた方が良かったですね。で、点検パックはなしで、守るくんだけ延長保証の守るくんですね、1万3000をつけました。で、リサイクルの関連費用は1万170円ですね。こんな感じとなっています。で、続きまして諸経費。カメラ持つのがしんどくなってきて、自動車税が6月登録、まあ、今契約したら4月上旬で6月になってきそうですね、納車が。で、25,800円で、自賠責が36,780円で、販売所費用がこんな感じですね。まあ、税金の方は総合計が62,580円、車庫証明が11,232円、ちょっと安いんじゃないですかね、これ分かんないですけど。検査登録3万で、納車費用が7,560円。まあ、ここら辺は自分で手続きしたら安くなる、費用を削れる部分ですね。で、リサイクル資金管理料金とか290円って書かれてます。販売所費用が49,300円で、非課税の分が車庫証明2,600、検査登録届けで3,620円、リサイクルなんとか預かり金9,880円、まあ14万ですねがかかってくるみたいですね。で、肝心のもうバッとお見せしますけど、こんな感じですね。だ、磁気型シャトルの X のホンダセンシング、G 型シャトルハイブリッドの X のホンダセンシングの車両価格が25万4,520円となっています。で、値引きに関してはちょっと渋かったですね。まあ、今回のマイナーチェンジっていうと、本当にどこが変わるんでしたっけ、駆動の追加と、あとはバンパーとかドアノブあたりの、あとリアランプも変わるんでしたっけ。まあ小さな小改良、ネジ改良といった感じで、マイナーチェンジでもないんですけどね。まあそれを考えたらちょっと77,000円、消えかかってるんで見えにくいんですけど、77,330円っていうのは結構渋いですね。まあビッグマイナーチェンジとかだったらわかるんですけど、小改良にしてはちょっと渋いって感じがしますよね。またガソリン車の G でディーラーオプション控えめであったら77,000円で納得できるんですけどね。ハイブリッドの X のホンダセンシングなんで、だから Z の次に高いグレードっていうことを考えたら、あと10万ぐらい、まあ、15万ぐらい足してほしいですね。だから20万前後は引いてほしいかなって考えています。で、それでディーラーオプション引いた分が242万7,240円で、付属品店はディーラーオプションですね、38万1000円は。で、諸費用とかかかってきて、総合計が295万。まあここら辺端数をこの値引きで切ってくれたような感じですかね。まあホンダ車の中でフィットの次に安い普通車なんですけど、
やっぱりハイブリッドの中間グレードでも300万近くするんですね。まあそれでもフィットと同じぐらいおすすめの車種ですね。まあ荷物もたっぷり乗りますし、車中泊できますし、あと5ナンバーで全長4メーター40センチで車幅が 169.5 センチで全高が多分 152.5 か 153.5 で四駆がプラス2センチだったと思うんですけどね。だから取り回しもしやすいですし、で燃費も、まあ、フィットほどではないんですけど燃費もいいですし、あと乗り心地に関してもフィットとかに比べていいですからね。静粛性も高いですし、まあそういった観点からおすすめの普通車ですね。まあそんな感じですね。はい、ということで今回は新型シャトルのハイブリッド X ホンダセンシングの見積もりを取ってきたでした。